皆さんこんにちは、4代徳田康吉です。先日富山大和で個展があったんですけれども、今日はそちらのお客様江尻様が東坊をお訪ねになられました。すっごく不思議なお話を伺いましたので、お伝えさせていただきたいと思います。はい、富山からいらっしゃいました江尻様です。こんにちは。こんにちは、江尻です。先日少女という壺、赤い壺をお求めいただいたんですけれども、少女というのは架空の動物でお酒を飲んで、酔っ払って舞い踊って、とても縁起のいい壺だというお話をさせていただいたんですけれども、すごい逸話ができたそうです。お話を伺いたいと存じます。はい、江尻です。この前展示会で少女を買わせていただきまして、それは実のことを言うと、まあ、私が2人目でしたんで、壺が出来上がるのを待っておりました。そしたら まあ、ある日、これ1月に展示会があって、まあ、3月に入ってからなんですけど、まあ、うちで犬飼ってるんですけど、自分の近くに、なんか黒いなんか生き物みたいなのがね、いた気配だけを感じたんですよ。そしてそれがあった日に、実のことを言うと、バレンタインジャンボ宝くじを買いました。そしてその後です。その後ですね、また同じように黒い生き物が自分の近くにいる気配があって、それで、まあ、うちの女房も後ろで、なんか黒い動くものがあったっていうふうに、まあ、話してたんですけど、まあ、実はその日の夕方に壺が届きましたという富山大学から連絡がありました。それで、まあ、その次の日なんですけども、実は、バレンタインジャンボ宝くじの当選発表を私見たところなんですけど、実は高額当選してました。その写真がですね、これです。見えますでしょうか。はい、これが壺が届いた日がちょうど当選発表日で、おいくらですか。100万円です。はい、見事当選いたしました。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。ですから、まあ、先生がおっしゃった家が繁栄するかもしれないということで、まあ、半分ちょっとそれも弦を担いで購入しましたけど、本当に当たるとは思いませんでした。それで自分が感じた黒いもの、うちの奥さんも感じた黒いものっていうのは、多分少女さんがうちに来てたんじゃないかというふうに考えてます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。私今この話初めて10時前後に今朝聞いたんですけれども、決してこれで壺をお修理しようというわけではございませんので、そのところくれぐれもよろしくお願いします。今日はとてもハッピーな縁起のいいお話を聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆様お元気で、お元気で、お体を大切に、皆さんぜひ家内繁栄のために一つまた考えてみてください。ありがとうございます。ではまた失礼します。失礼します。すいません、そんな壺が届いたという連絡が入った、うん、次の日に当選番号を見てるんです。壺が届いたと電話が入った次の日、台話で入ったという次の日に当選番号を確認してるんですけど、はい、台話に夕方届いてるので、うん、多分鎌本から発送したのはその当選のいわゆる抽選日に当たってるんです。前の日が抽選日だったんだ。そうなんです、そうなんです。なので多分その時に発送されたのが抽選日でだったからというのもこうぴったり合ってきてるんです。かしこまりました。
これ入れられたら入れてみます、おまけで。はい、ありがとうございます。すいません、わざわざありがとうございます。とんでもない、ごめんください。